ついに来たな。ついに来ました。はい、俺たちの夏がやってきました。夏はもう来てるんよ。というわけでね、はい、今現在リアタイで7月の30日、そうだな、8時半、佐賀県佐賀市にいるんですけど、今この時から我々は新潟県長岡市に向かいます。はーい。わかります言ってる意味。ちょっとよくわかんないと思うんですけど、よくわかんない。でも佐賀から新潟に1200キロかけて下道で行くっていう、はい、おバカさん。これやばいね、これやばい。まあ、なんで行くかって言ったら、今から3日後、8月2日と3日に日本一と呼び声が高い長岡花火っていうのがあるんですけど、そう、ね、ずっと行きたくて、そう、ずっと行きたかったんですよ。ずっと行きたくて、そこに旅中ね、私たち行こうって言ってたんだけど、私が当日に急性胃腸炎になって入院したの。そう、ちょっと行けなかったから九州から行きます。そう道で行くんですよ。そうだな。そう、なんかちょっとね、もったいないしみたいな感じで。今現在から、はい、長岡市、これです。あちゃん、これ、あ、もうあの出てないね、時間。1日1時間って書いてある。ちなみにこれ有料道路入ってるんですけど、これあの関門トンネルとか、そう、絶対に行かなきゃいけないトンネルなんで。しかもこれ Google のだから、 Google こいつあの結構、こいつあのだいぶ早いから、せっかちさんだからね、この子ね。そういう感じ、そういう感じね。実際1200キロもね、あの下道を走ったことがないから、うん、実際何日かかんのか、1日でどれくらい走れんのかみたいな、そうだね、分かんなくて、だからこの私たちの死に様を見てほしい。生き様っていうの、こっち生き様っていうの、 あまりに未知なんで、ノー観光、ノーイートインでいきます。飯とかは全部車内で。ちょっとやっぱりまあ感染もね、今拡大してるので、うん、できる限りはね、買い出し、トイレ、給油以外はもう車から降りません。はい、そんな下道1200キロの旅、はい、です。スタート。ちなみに一応、まあ、しんどいことはもう確定してるんで、うん、救済処置として、はい、ルーレット制度を設けたんで、僕らそうルーレットをね作ったんですよ昨日。そう、3つ作って県をまたぐときにお疲れ様っていうところで、そうそう、ちょっと楽しくね行こうかな。記念の1枚取っといてあげるよ。よし、行ってきます。それでは、はい、現在から長岡1197キロ車から降りれませんの旅、スタート。よーし、行くぞ、あいちゃん。行くぞ、こいちゃん。気合入れてけ。じゃあ運転はまあ適当に、しんどくなる前に変わるってことで。しんどくなる前ね。行くよ、まあ行こう、ファイ、レッツゴー。ちょっと出れない。レッツゴー。今出れない、まだ。車来とう。レッツゴー。いい天気だな、最高だぜ。ドライブ日和だ。ちょっと曇ってるけどな。いい天気だな。だな、最初で最後の寄り道だからな。最初で最後の寄り道。そうだな。ちょっと見たすぎて。ちょっと行きたいで、ね、ちょっと見たくて。あれじゃない、あれ。あ、ぽいぽいぽい。すごいすごいすごい。すごい。ほら見て見て、あちゃん、ほら。すごい。佐賀のエッフェル塔だ、あれが。あれが佐賀のエッフェル塔。ほら。ほら佐賀のエッフェル塔。ほら。すごい、こいちゃん。ユタするね。ユタするね。イエーイ。なんでこんなとこにあるんや。じゃあ、いただきます。じゃあ行こうか。おー、入った。福岡だ。やったー、ルーレットちゃん。じゃあルーレットいきます。はい、お願いします。ご褒美ルーレット3つあるんですよ、こんな感じで。そう、ハイリスクハイリターンになればなるほど下に下がっていくみたいな。そうだね。じゃあラッキールーレットいくわ。いきます。いやねん、なにこれ、おじゃおじゃ、うただただ深い。
ただ深い。外れちゃったな。余裕の外れだな。余裕の外れだな、これは。お前。日付ってか。辛くない？せめてなんかさ、飲み物みたいな欲しかったんやけど。ここまで運転してきてな、ただうんこって言われて終わるっていう。最悪だよ。最悪を言うこと。日頃の行いだな、これは。飯だ。おー、ついに来たー。飯だー。よいしょでーしょ。おい。うー、最高。テンション上がるな、これは。うめ。もう食っとるやん。これだよ、これ。15ピース。やっぱマスタードっしょ。やっぱマスタードっしょ。マスタードですよ。大人はマスタードよ。時代はね、マスタード。時代がマスタード。時代がマスタード。いただきまーす。うん。うまい。うまい。最高だな。おおお。あー、絶対うまいやつじゃん。めぐっちー。いただきまーす。どうぞ。うんまー。うんめー。車の中マックだな。だな。あと1095キロだね。おお。で、今12時だからだいたい3時間走って100キロ。なるほどね。うん。ってことは1200キロだから3×12、36時間かければ、うん、作る。なるほどね。くんちゃん、すげえじゃん。何が？すげえやん。何が？面白い女。どうした、どうしたもん。どうしたもん。やっぱり Google の方が1日っていうのはやっぱ当てにならんな。そうだね。そうだな。よいしょ。はい。では、ここから私が答えさせていただきます。よろしくお願いします。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 1時間半頑張ります。出力の限界。早いのよ、早いのよ。スパイシーバターチキンカレーソース、絶対うまいやんけ。うまい。なんでこれうまいな。チキンカツみたいになるな。いい匂いする。運転順調か。運転順調だ。その調子だ。はい、あと1時間20分。そんな生活に切れるの、集中力。新潟まで最後の有料道路、関門トンネル。わー、久しぶり。久しぶり。抜けるぞ、抜けるぞ。ルーレットチャンスだじゃん。ああ、ルーレットチャンスだ。We better move to the positive side。 ずっとスタバが飲みたい。桃のスタバのやつがずっと飲みたいって言って今日まで来ました。ここでスタバを当てなきゃ。ラッキールーレット？ラッキールーレットです。スタバこれしかないんで。あ、そうか。はい、行きます。はい。ルーレットやからもうおごったるやつ。アイスコーヒー飲めない。嬉しそうやな。あやちゃん、アイスコーヒーありがとうな。こいちゃん、おめでとう。おめでとう。ルーレットやから。あげるわ。いいよ、あげるわ。え、俺がご褒美ルーレット。あやちゃん、やったー、儲けたー。くそー。やったー、もろたー。いよいよ九州終わったからな。そうだな。山口や。はい、山口はでけえぞ。山口はマジででかいしね。山越えあるもんね。いや、山口はでけえ。頑張ってな。はい。
見えるこっちこっち見んな。 Say my name or say it twice. Shed this layer of overthinking. すげえ道だな、さっきから。ルーブルさんすごいとこ案内する、ほんと。どんな車とか考えてないから。ハイエース結構危ないよな。あったらええんよみたいな感じだから。ああ任せろ。頼んだ。しゃあ。あ、寝よ。でもすごいね。200キロ行ったな、とりあえずな。そうやな。200キロぐらいは進んだ。200キロ、うん、進んだ。あと、980キロか。あれ全然疲れない。全然進んでねえな。あれあと980だよ。こんなに疲れたのに。だいたい出発して6時間半だから、で200キロか。なるほどな。結構やばいな。蹴れてこなきゃいけないね。蹴れてこなきゃ。こんなことしてる暇あったら運転せえ。運転せえ。運転せえ。こんなことしてる暇あったか。だから山口越えないからね、ルーレット回れない。山口でかすぎて。あー全然越えねえ。あー任したぞ今度。900キロすぐ行ったろ。俺が900キロな運転したろ。じゃん。じゃあ任した。おー島根だ。ようやくだー。よし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 。いけこいちゃん。止まります。はい。なんもねえな。なあ。すげえ山の中だ。やるか。島に入ったからな。なあ。ルーレットチャンスだ。チャンス。デンジャラス行くわ。おお。これはご飯おごりが最高だね。ちなみに間違いない。行くぜ。おいしょーす。おっおっおっ。はい。なんで俺こんなん作ったんだよ。なんで俺こんなん作ったんだよマジで。かわいそう。ここまで運転してかわいそうに。こいちゃん、かわいそう以外の言葉が出てこない。これずっと続くのかな。やだ。お、早い。何がご褒美ルーレットで。いいことねえよ今日。なんであんなルーレット作ったの。面白いかなと思って。3時間ずっと文明がないんだけど。ずーっと山だよね。なんかマジでなんか山山を走ってる。変な県境みたいな。ずっとそう、なんかな、山陽の瀬戸内海の方行くわけでもなく、うんうん、山陰の日本海側行くわけでもなく、うんうん、ずっと真ん中あたりをなんか走りやすいけど。コンビニとか2時間くらい見てないぞ。なんもないな。やばいよな。あっちゃん、あっちゃん起きて、はい、起きた。うん、県境来たよ。おお。見ろ、あそこは広島。おー、広島県。おすげー、ハッキー。山山しかない。すごい、こいちゃん牛がおる。牛が放し飼いされてる。広島どうなっとん。広島野生の牛おる。これをつけて iPad をつければあらかじめ保存しておいたサブスクを召喚。ビールスタンバイ。ワンピースをね、そういっぱい取ってきたよ。ワノ国編からや。そう、ワノ国編。あーちゃんがまだ見てないからね。そう、私まだ見てないから映画までにね見ようかなと思って。100話100話用意しました。復習せなか、復習せなか。レベリーが始まる。お、あらかした。お、レベリーじゃん。いいですね。コンビニだ。あー着いた。2時間ぶりくらいのコンビニだ。文明だ、文明。お疲れ様だ。文明を発見した。さあ、じゃあ、あーちゃんさん。はい。ご褒美ルーレットだ。うわー、
ギャラスルーレットだね。私も何狙う？コンビニおごりで。おー、いいね。目の前にあるから。いいねって俺がおごんなくて俺がおごんなくてこれいけー、いけー。おお、よくない。ここまで連れてきてもらった上ご飯おごりだってやったー。強くない、なんか今日運いいね。やっぱじゃあ日頃の行いだ。うるせえ、うるせえよ。まあでもご飯って言ってもお腹空いてないからコンビニでじゃあいいですか。おごってもらっちゃって、えー悪いなー。久しぶりの地上だ。うー、ゼリー食べたい。それもいいな。チカチカやっぱお菓子にしよう。なんだよ。せっかくだからな。じゃあ楽しんでるやん。何しようかな。じゃあ楽しんでるやないか。グミする。果汁グミ。うん、了解した。よーし、ありがとうございます。そういいな。俺なんか腕立てだったぞ。お、運転してくれるのかい。もちろんだ、ありがとう。そう。分かったから。ワンピース見るからいいよ。そう、というわけでね。はい。久々のそばうまい。うまっ。めっちゃうま。現在9時半、うん、13時間運転し続けて、そうだな、残り730キロっす。おお、だから3分の2は切った感じだね。お、結構進んだじゃん。ね、だいぶしんどいもんね。もうね、結構しんどい。眠たくてしゃがないなあ、腰も痛え。そうだな、こう見るとすげえでかい。わあ、本当だね、全然だね。すげえ長え、まだ。まあ明日またね、はい、早起きして。そうですね、頑張ります。はい、いらっしゃい。もう目がしょぼしょぼ、目がしょぼしょぼ。あさって食べつけたらいいな。大好き野菜。大好き野菜です。じゃあ明日皆さん、おはようです。あかりです。というわけでね、はい、下道1200キロの旅、はい、2日目でござんすです。です。疲れたな、ちょっとな。ちょっと疲れたな、うん、昨日10時ぐらいから寝たの。そうだね、もうめちゃくちゃ寝てたんで、はい、ある程度回復したっていうところで、うん、よし。昨日結局夜の間に鳥取に入ったんで、はい、ご褒美ルーレットだけ回し忘れたの。回します。はい、来たぜ来たぜ。あいちゃん、なあ、朝ごはんが欲しいから、おお、コンビニおごり狙ってデンジャラスルーレットいきます。どうぞ。すまんないちゃん。ありがとな。はい、ね、引けや。ありがとな。はい、引けや。ごちになります。おお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 お俺お腹空いてたのに。幸先悪いな。幸先悪いな。よっしゃ、2日目行くぞ。あと730キロ出発だ。うー、うー、気合い入れてけ。うー、朝ごはんごちです。ふぅ。朝からごちです。なんでやねん、本当に。あのルーレット何。お邪魔ーす。イエーイ。いや、なんかすいませんね。朝から。そうだな、本当にな、本当に。300円だからな。ほぼぴったり300円。了解した。やった、受けたまわった。いいな。さえねえ天気だぜ。なあ、俺の心の中と一緒だな。そうだな、こいちゃん、昨日からなんかルーレット外れとるもんな。
入った。どんなルート？県境ね、県境多分またいだりいろんな県境あれしてるんだろうな、うん、オービルルートだ。お、道の駅だ。アスカレルーレット回そう。どうしよう。唯一の娯楽やからこれが。そうだな、もう山道しか走ってないから。頼むぞ、何か何か俺に何かをくれ。スタバが飲みたい。ここで桃を飲まないとね、期間終わっちゃうから。なるほどね。行きます。はい、取る。コーヒーおごってあげるわ、こいちゃん。マジ？マジいいの？あー、またな。スタバがいいんだって。やった、アイスコーヒーやった。ありがとう、あーちゃん。ありがとう。やったー、アイスコーヒー買いに行こうぜ。だよ。いやー、下界に降り立ってたな。あー、マジで。もう腰が痛い。なあ。完全に言わしとる。間違いない。眠い、私は。やった。おー、よかったね、こいちゃん。いいのか、もらっちゃって。いいよ、アイスコーヒー好きじゃないから、あげるよ。てってねー。おー、よかったね、こいちゃん。ルンルンだ。かわいそうに。なんでかわいそう。昼飯だ、昼飯。昼飯。わあ、腹減った。一人1000円。うえ、一人1000円だ、あいちゃん。マジか。暑いな。トライアル。おお、最高すぎる。すごいな。トライアル安いな、マジで。なあ。完璧じゃん。完璧。なんだそれ。これ。うん。鳥取名物お入り。なんだそれ。わかんない、ポン菓子。おやつじゃないんそれ。これ主食。主食なのこれ。おい、ただのポン菓子じゃない、なんかかわいい。いただきます。うまい。うまい。うん、なんか普通のポン菓子よりもね、味がしっかりついてる。へえ。おい、これは。あれ、鳥取名物そうめん。鳥取なんだこれ。暑いからな。暑いからな、こいちゃん。暑いからやっぱりね、そうめんマストよ。車にめんつゆ積んどくとめっちゃ楽やな。積んでる人いないのよ、そんなに。おい、これぞ夏って感じだな。いただきます。うん、うまっ、うまっ。ウケる。笑い事じゃないよ、まったく。あと半分だぞ、あいちゃん。なあ、だいたいあと半分。まあでも確かに1日半走ってるから、うんうん、だいたい半分だ。だいたい3日で着くな。そうだな、やっぱり計算通り。計算通りぜほほ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 ほ。体力はもうない。腰がいい。ここ左に曲がれば鳥取市街だぞ。おお。牛骨ラーメン食えるぞ。牛骨、伝説の激うまラーメンが食べたい。だがしかし、我々は前に進まねばならん。牛骨食べない、いいのそれで。君の人生はそれでいいの。よかねえ。よかねえ。降りれませんの旅だから、これは。そうだな、そうそうそう、降りちゃいけないからな。降りれませんだから、しょうがない。あばよ、鳥取。あばよ、俺たちは先へ進むぜ。はい、ラフテルへ向けて。ついに関西だ。なあ、兵庫だ、兵庫。入った入った。何も景色変わらんけど、一応関西入ったぞ。しゃあ、メンバーチェンジだ。お願いします。ええー、ああ。
すごい、よう運転したな。半分切ってるからな、何人かに。なあ。よし、シルレットタイムだ。よっしゃ、誰や、こんちゃん。行くぜ、ついに。はい。大逆転ルーレットだ。おー。6個あるんだけど、うん、5個が外れて1個だけ焼肉食べ放題があるんですよ。そう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 、おばあちゃんが作った伝説のルーレット、伝説のルーレット。俺はここで大逆転をして、お大逆転、焼肉食べ放題を決める。いったれ、今度焼肉キングに行くぞ今宵は。おー、せーの、ドン、来い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 、マリオかけちゃう。こういう時しかない。俺ルーレット向いてない。一番やるのかわいそうだなって思ってたやつ当たっちゃって、こんちゃん。さすが、こんの持ってるね、君が。君は持ってるよ。こんちゃんの今一番食べたいものを書いてください。どうぞ。無様な格好だな。かけた？伝わった？いや、あんまり見てなかった。行くよ、ま。行くよ。愛想にな、こいちゃん。行くぞ、ま。なんて書いたの？ラーメン、ラーメン。ラーメンか。どまい。行くよ、ま。北陸入っちまったぜ。なあ、久しぶりだな、福井。なあ、もう運転しすぎて車と一体化したわ、もう。ああ、もう今すごいよ、これは。シンクロ率 100%。100% 今。手がひっついて離れないよ、もう。懐かしいね。なあ。このまま船乗って北海道だな。実は行くな。新潟があるんだよ、新潟。新潟。花火だ、花火。帰るに帰れねえ、ここまで来たら。帰ろうとすんだよ。いやー、いいね、花火はね、あと400キロちゃうかな。うん、さあ、というわけでね、えいちゃん、おい、えいちゃん、すげえ運転してました。運転したもうすごいよ、今なあ1200キロから始まってね、うんうん、ついにあと269キロまで来た。すぐやん、ほんならもう、ほんなんな、ほんなんもうちょろいって、ちょろいよ、ちょろいって、マジちょろちょろちょろ級。ちょろちょろちょろ級です。兵庫、京都、福井をあれして今石川にいます。そうそうそう、京都とか通った、通りました、あれ森だよね、森森知ってる部分は全く通らなかった、ね、あ、舞鶴とかちょっと北の方だったから、本当に。だから3回ご褒美ルーレット回せるんです今。そういうことですよ。あっちな、あっちでございます。あ、ございます、あっちでございます。はい、行けよ、もう行くしかねえ、もう行けよ、これは行くしかねえってばよ。まあ3回チャンスがあるんで、うん、もう我々は取りに行く。うわ、完全に。じゃあ大逆転ルールやっていきます。お願いします。目指すは焼肉食べ放題。おいきます。お願いします。こう、あ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 、もういい、もういい。じゃあこちらさん、どうぞ、本心の尻文字をどうぞ。もういい。改めて間抜けな感じだな。しかも全然分からんし。行け、頼む、お願いします。
熱いやつ来た。めっちゃ熱いやつ来た。じゃあ3、2、1でお願いします。では、いきます。3、2、1。はい。恥ずかしいな、恥ずかしいな、自分なんだ。で、ラスト、石川分。はい。ここで撮って、明日の夜は焼肉食べ放題。うわー、熱い。激熱バル。最高のルートをたどる。それがいい。いけ。頼む、マジで、マジのやつ。誰に奢られるわけでもないんだけど、自分たちのお金で食うだけ。今日の夜ご飯全然いいね。明日焼き肉だからね。そうだよ、あとちゃん。いやマジで明日勝ち組だからさ、肉食ってしな、でもその次の日にはもうな、もう日本一の花にドーン。そうだよ、勝ち組だよ、これ勝ち組、勝ち組。3日目です。はい、3日目です。夕方です。はい、夕方です。ちょっといろいろあって、うん、一回愛知に帰ってました。はい。はい。朝7時からな。朝7時からそう帰って、2時間ぐらい滞在して、うん、また同じ場所まで戻ってきてみたいな。そうそうそう。感じで。我が家の愛犬のチョコちゃんが、ちょっといろいろあって、大丈夫なんですけど、ちょっと一回帰ろうかなっていうところで、うんうん、慌てて帰って。で、戻ってきて。戻ってきて。今から残りの269キロ。そう。進むということで。もうダメだ俺。もうダメだ俺。この3日間でだから私たちな、全部合わせたら何キロ運転したことになるんだろうな、こいちゃん。とりあえずね、こいちゃんが愛知からね、ここまでほぼ運転してくれたので、私がこっからできるだけ進もうかなと。ありがとう。頭貸してくれ。こいちゃん。というわけで3日目、スタート。Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Haunting me so I can't sleep. 風呂だ。風呂だ。わあ、二日ぶりだ。二日ぶりだな。二日ぶりの風呂や。ここで英気を養おう。嬉しい、二日ぶりだよ。なあ。ああ。疲れた。疲れたな。腰が。腰がやばいな。腰がやばい。もうさっぱりだぜ。さっぱり。気持ちいい。うん。ああ、眠い。お風呂入ったら眠い。ああ。Was I supposed to know that she'd leave us out tonight? To think that she'd be the one? Whoa. よいしょ。なあ、めちゃくちゃ眠て、さすがにしんどかったな。というわけでね、はい、眠たいだよ。明日が本番なんでね。そうだな。って言うと花火なんかね、午前中にね、飛ぶわけじゃないから、朝起きて頑張ってまた行って、そうだなって感じだな、うん、そんな感じ。焼肉もちょっとね、間に合わなかったんで、また今度はやります。はい、おやすみなさい。おやすみ。明日も運転だよ。やだついに来た。はい、ついに来たな。ついに来た。4日前、はい、佐賀県から出発して、うん、下道でどんぶらこどんぶらこと、はい、ただただ運転を続け、うん、昨日
ついに新潟県に入り、最終目的地のね、長岡花火当日に、はい、今日長岡を目指します。疲れた。ちょっと疲れてるから。新潟の糸魚川に昨日入ったんで。そうだね。あと、3時間128キロ。ちょっとまだ遠いけどね。新潟長いな。新潟長いな。新潟長い。どうかしとるわ、本当に。どうかしとる。泣いても笑っても3時間運転して。はい。大感動の花火を見ると。そういうことですよ。完璧だ。完璧だ。報われるぞ、この努力は。しゃあ行くぜ。行くぜ。の前に。はい。モービルレットを。待ってました。昨日回してないんでね。そうだな。富山分と新潟分も回してないから、うん、はい、これがラストご褒美ルーレット。そうだな。じゃあ俺から回していいか。あっちゃいいよ。デンジャラスルーレットいきます。おー、ハイリスクハイリターン。これであっちゃんに昼飯をおごってもらうわ。おー、すまんな、あっちゃん。まあやってみなよ。どうだ。来い来い。おおおお、だよな。これ何なんだよな。何これ、まともなのあったよ。俺全然ダメじゃん。俺日頃の行い。やかましい。よし、後で怒るわ。私はね、もうラッキールーレットスタバ今日までなんで。もう今日までやな。もう今日までなんで。やばいやん、これでダメだったらもうダメやん。行くぞ。お願いします。スタバスタバスタバ。ございます。じゃあ、すいません。すいません。お願いします。本物みたい。クソルーレット。クソルーレットだな。最後の最後までクソルーレットだ。ラッキー。クソ。お願いします。クソ。任せろ。よっしゃー、今日でラスト。ダメでー、行くぜー。行くぜー。 just wanna sing to everything that's moving, every single little thing, to them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, everywhereえ、いくよ。え、いくよ。うるせえよ。アイス？アイスが高いの。高いやつにしようっと。300円までやから。130台。それでいいの？うん、食べたことない。あと150円。いいなぁ。小学生みたいだな。小学生よりいい買い物をしている。小学生の使い道やないか。ハハ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 。長岡花火なんですけど、うん、今日と明日で行われて、はい、2日間やるんですけど、うん、2日とも行くんですよ僕ら。そうで、チケットが今年が有料席しかなくて。そう、今回はね無料がなかったんだよね。有料席をもう1ヶ月前からちゃんと買って、はい、河原で見るんだけど、今日は長岡のイオンの屋上から見るんですよ。そう、初めてそんなとこからな、ちゃんとお金払って見る。いや本当にまあまあしたもん、チケット。そう、4人で1席だったんだよね。そうそうそう、だから友達と一緒に向こうで合流して見ると、うん、で、はい、なんなら俺ら住所持ってないから、うんうん、友達がチケット持ってきてくれるみたいな。そう、そんな感じで、はい、長岡で合流するみたいな感じ。そうだね。イオンの屋上からの花火やばい。あー、めっちゃ暑いよこれは。やべえ、めっちゃ上がってきたテンション。なあ、楽しみ。なあ。さあ。着いたー。肉だー。肉。うわー。
一昨日のルーレットでな、無事俺たちは焼肉食べ放題の資格を得たから。そうだな。痛い痛い、すごい、こいちゃんマジ来たぜ、焼肉食べ放題、わーい、いい匂いする、わ、すごい、なん肉食べ放題。ランチ食べ放題1600円、スタンダード食べ放題2680円、プレミアム食べ放題2980円、霜降り極上食べ放題3580円。どうしよう、プレミアムがいい、デザートが全部美味しそう。おお、いいね、うん、プレミアムにしよう。1200キロ頑張ったからな。1200どころじゃない、実際はいっぱい運転したからな、うん、プレミアム行きましょう。プレミアム食べ放題2つください。プレミアムで、はい、ありがとうございます。タン、タン、おー、あ、あ、黒毛和牛中落ちカルビ、おー、いいね、おー、これだ、大トロホルモン盛り合わせ、ニャンチ、国産牛カルビ、ニーキー、スイ、おー、よいしゃー。全部楽しそう。もう全部乗せる。めちゃくちゃ楽しそうである。うわ、でっけー。うわー、綺麗だー。すげー。乾杯。お疲れ。お疲れ。お疲れです。すげー。いただきます。飛び抜ける噂だね。飛んでく。ないなあ、こんちゃん、もう帰ってもいいな、帰ってもいいな、俺食って帰ってもいい。うまい。あっ、こっあげるよ、いらない。おお、すべて私のだ。何食いに来たんだよ。こんちゃん、あと全部私の。何食いに来たんだよ。あとこれかける5する。うめえな。久しぶり。カメラ。なんだ。なんだこのやり合い。なんだこのやり合いは。あ、チケットありがとう。実はね。うん。博多のまで出て。ほう。何してんねん。何してんねん。あんだけ忘れるな言うたのに。カツオじゃねえんか。主犯はカツオじゃねえ。やった。ありがとうございます。あ、住所不定だから。ありがてえ。ありがてえ。じゃあイオンで。イオンで。イオンで。バイバイ。チケットゲット。チケットゲット。チケットもらえた。なあ。受け取れたぞ。受け取れた。やばいからマジで。さっきから渋滞えぐいから。まあすごいよな。どこも混んでる。このチケットしかもさ、5000円もするから。たっけー。駐車場に停めるだけで5000円。駐車場だけだぞ。高いとこ1日駐車2万とかあったから。なんてこった。イオン様様でマジで。マジで本当やな。やばいやばい。あと開始までね、2時間半だね。うわー、テンション爆上がりだな。これは高まってくるね。ここ、うん、ここ、ここ、ここです、ここです。はい、すいません。大丈夫です。ありがとうございます。はーい。はーい。よっしゃ。入れたー。来た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 。見てくれ、あれを。うおー。あの屋上で俺たちは今日、今宵花火を見るんだ。すげえ、店1本で500円なのにこれ3本で300円だぞ。ねえ、足焼き芋だって。楽しい楽しい、君に決めた。あと何する、どんだけ買うねん。祭りだ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 。
キュッしおちゃんと対戦する。キュウリもうないラス1入っちゃった最高だね。最高本当に運転お疲れ。めちゃくちゃ遠かった。福岡から来たんでしょ。京都まで新幹線で、うんうん、そっから車で来たね、うん、やばいな。旅人っぽく都内来ようと思ったけどいろんな各所から怒られちゃったね。いやいや、知らない。これだから九州人はそんなにそんな怒られたそんな怒られた。あと1分、あと1分だぞ。うまい。あ、ずっと食ってんな。ずっと食ってる。うわー、すごい。でかいでかい。This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin.よいしょ。さてと、また九州まで道のりは長いけど帰るか。おいちゃん違うよ。何が？何言ってるの？今から行くのは会津です。福島に行きます。新選組店がやってるからなんでさ、釣りに行かないと。なんで今からさ東にまた進むの？あいちゃん釣りに行かないと。まずいって。なかなか行けないから九州帰れんくなるから。え、どこ？福島のどこ？福島県立博物館です。福島県立博物館、そこで今新選組店がねやってるんですよ。こいちゃん高速乗っても2時間156キロよ。あちゃん、おー近いね。全然近いじゃん。156キロなんて。こいちゃん距離感バカになってる。そこだよ。これ以上上行く必要ある？なんで？なんでだろ。これ逃したらもう行けないから。いや遠いな。九州遠のか。よし行くぞ。マジ。気合い入れてけ。やだ。なんでも。
なら長岡、さよなら新潟、さようなら。どうやら僕はこのまま東北へ向かうそうです。楽しみだね、こいつは。せめて高速使おうもん。そうだな。もう下道の旅終わりや。そっからも九州戻るから。そうだな。最後の夏休み。はい。もうそっから九州帰るから。はい。東北か。また行くことになるとは。やった、高速だ。うわ、久しぶりの高速道路だ。高速やべえ。うわ、嬉しいね。信号ないの暑いね。ビュンビュンのビュンだよ。ビュンビュンのビュン。ビュンビュンのビュンだろ。来たー。来たー。どうだちゃん、福祉の会津若松だ。うわー、うれしい。わあ、着いたー、ここだー。九州から東北来ちゃったよ。何やってんだ。緊張する。どうした、どうした、大丈夫か。嬉しいだ。なあ、福島来ちゃったよ。会津若松、佐賀から、うん、こんなとこまでなあ。おお、新選組店、ありがとうございます。誰に。誰に。全てに。じゃあ楽しんでこいよ。俺はあの体力を回復してるから。あの帰らなきゃいけないからね、この後ね。推しがいるぞ、あちゃん。推しがいる。さかさん。ええじゃない。楽しんでね。どうだった、あいちゃん。よかった。最高。最高だった。いろんなところ点々と見てるから、うん、見たことある展示ももちろんあったんだけど、うん、やっぱり普段見れない展示のものとかもあったし、よかったですね。それは一体これですか。うん、本日の戦利品です。痛いの、しょうがないな。こちら新選組店の。これはでもまあやっぱ買うべきものだから、ね、辞書やないか。ジャンプやん。土方さんのトランプ、あとこれ土方さんのアクリルスタンド、萌えよけんが漫画化してて、新選組店のアメッチ、これ持ってるんだけどもう一冊持っとこうかなと。どっちもソートバッグ、幕末用語カードとクリアファイル4種。うわうわ、最高だ。本人が良しとしているならよし。このために働いてるからね。二人の未来のためとかじゃなくて、いや、これと教えに来るためと、あの相手のために、私は働くから。懐かしき北方ラーメン。うわ、いいな。めっちゃうまそう。いいね。縮れ麺だね。太い縮れ麺ですね。いただきます。うまい。マジで痛かったラーメン好き。思ったよりもさっぱりしてるんよ、うんうん、で、この太麺のこの縮れた麺がね、すごい汁に絡みついててめっちゃうまい。最高です。あ、大好き。ほぼ新鮮組やろ、それは。嬉しいね。これなんかすごい、すごいね。えげつないな。なあ。おお、厚みがすげえ。いただきます。どうぞ。言うて、ちょっと名古屋だから、俺ら。あ、そうやな。味噌カツだからね。ちょっと邪道やから。はいはいはい、はい。邪道。ちょっと微妙。あ、どうなんだろうね。わかりやす。味噌の時代は終わったわ。あ、味噌終わった。味噌の時代終わった。それは名古屋民に怒られるな。肉厚なのにすっげえ柔らかい。食べる低反発マットレスみたいな感じだね。詰め込めよ、腹に。これからすごい運転が待ってるぞ。なあ、すごい運転が待ってる。スタミナを膨らすんだ。ごちそうさまでした。そうです。というわけでね、はい、帰ります。帰るか。
九州に帰ります。そうしよう。もう高速乗って帰るの。ちなみにそうだね、下道はもういい、もう大丈夫です。大丈夫、出発が佐賀市だったから佐賀市ね。うん、おー、なかなかですね。しかも今回ちょっと大雨がねすごい各地多くて、ね、新潟山形らへんがちょっと道は進めないかもなので、日本海側じゃなくて太平洋側で行くとして、こんな感じ、はい、そうだね。16時間58分、1426キロ。お、名古屋寄るじゃん、帰るわ。じゃあ一人にしないでくれよ。帰ろうよ一回。エレコちゃん、いや、やばいな、マジで分かっちゃいだけど、エレコちゃもう全部終わっちゃったから、もうなんか何も楽しみに帰んねんっていうな。皆さんさようなら、またまたね、またいつか会えたらいいですね、どこかで。さよなら、さよなら。根性の別れグッバイ福島、早かった。じゃあな、バイバイ。もっといたかった。次高速降りるとき、それは俺たちが佐賀に着いたときだ。やだー、帰りたくないまだ。Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper.浜松サービスエリア。おー、久しぶりだ。よし、お疲れ。お疲れ。お疲れだ。疲れたな。疲れた。結構運転したな。なあ、めっちゃ運転したけど、なんかまだ半分くらい。半分売ってないくらい。全然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 よ。全然ビビるビビる。もう目の前よ、あの故郷は。そうだよ、故郷は目の前よ。帰ろうもん。帰るな。帰っちゃダメ。帰ろうもん。帰っちゃダメよ。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。1時44分。はい。2日目の朝です。朝です。残り900キロ。だね。やばい、それはやばい。もう限界がきつかい。腰がやばいけど。気合いでいくぜ。うん。おい。さらば浜松。さらば。じゃあな。また来るな。Give me a helping hand. Would you come catch me if I fell down? Aichi. Aichi. さあ地元。ああ。地元来た。ハイウェイオアシスだ。お、出たハイウェイオアシス。久しぶりだよ。ああ。おほ。愛知県三大誇れる自慢スポットやから、これ。あ、そうなの？入場者数すごいから、あそこね。なんかね。マジエグいから。米田と味噌とハイウェイオアシスはマジで誇れる。あ、それ三大なんだ。そう。米田一番だから。個人のあれが入ってます。ちょっと進んだぞ。でももうちょいだよ、うん、吉野家りあちゃん、うわー吹いてー、うわ吉野家だ、吸い込まれて、深夜の吉野家やべー。
シャワーステーションもある。行けないのかな、ここから。どうなんだろう、書いてあるから行けるのかな。よくわかんねえな、シャワー浴びてえな。めちゃくちゃ浴びたい。もう2日入ってない。しーだよ、ちょっしー行っちゃダメ。明日佐賀に着くからな。はい、明日にはきっとお風呂も入れるでしょう。はい、おそらく明日でラスト、はい、明日でラストじゃなきゃ困る。おやすみなさい。おやすみなさい。明日こそ佐賀。佐賀出ます。3日目の朝です。あと217キロ。だいちゃん約3時間ちょいぐらいかな。走るな。走るよ。長かった長かった。運転もあと3時間だよ。じゃあ行ってきます。わー、開門橋だ。おー、ついについに佐古行っちゃう。うわー、やばいな。精神に戻ってきた。ついに帰ってきたぞ。帰ってきた。ついに。ただいま九州。ただいま。晴れてんのに。晴れてんのに。めっちゃ降ってきたんだよ。じゃあ怖い。うわー、ついに高速降りる時が来たぞ。あー、佐賀だ。佐賀だ。帰ってきたぞ。1週間ぶりに帰ってきた。というわけで、はい、佐賀を出て、1週間、佐賀に帰ってきました。おめでとう。お疲れ。お疲れ。お疲れだ。お疲れだ。すごいグリグリする。ああ、とりあえずな、ご飯行きます。疲れた。お昼なんでね。すごい温泉使ってるみたいだね。じゃん、達成感すごいね。ちょっと軽く飯食ってきます。佐賀のね、私たちの行きつけ、行きつけ。俺たちに行きつけあるんですよ、佐賀。はい、佐賀は。何気に今日で3回目になりますが、ちょっとそこ行きます。だだん、中華料理満腹3度目の来店。なあ、ここの安定感すごい。すごい。疲れたな。疲れた。終わったぞ、ちょ、安定のラーメンセット。これだよ、これ。ここのラーメンセットの安定感半端じゃない。やばい。この台湾冷麺やばい。おおほほほほほ。わあ。この組み合わせね、このラーメンセットの組み合わせ。これだよ、これ。実家。まるで実家。台湾冷麺がたまらんな。たまらん、マジで。いただきます。うまっ。うーん、何でぞこれ。どうぞどうぞどうぞ。いただきます。うわっ、うまっ。おいしい。帰ってきたな。帰ってきたな。佐賀の家みたいなとこやな。なあ、ほんとや。めっちゃ落ち着く。うまっ。ごちそうさまでした。ごちそうです。おお、着いた。着いたー。おー、やべえ、マジか。ゲームである感じがする。なんかたどり着けない。うわ、わかるわ。右の部屋に入ったら、左の部屋から出てくるみたいなやつ。そうそうそう。あー、どうでもいいわ。どうでもいいわ。部屋じゃ、部屋じゃ。705じゃん。うわ、すげえ、なんかすげえ。では、お、行くぞ。行きます。お、お、うわ、うわ、あっ、取れた。あ、危ない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 。どこ、手持ちの部屋じゃん。くわ、出た、やべえ、すげえ、金持ちの部屋だ。金持ちの部屋、ここは通称金持ちの部屋。うわー、勝った。これ勝ったな。圧倒的勝利で。怖、すげえ。うわー、何こっち、ん、お、なんか部屋ある。うわ、なんかある。何これ、見て、ディズニープリンセスみたいな。すげえ、これ
怖いから好きじゃない。うん、うるせえ。うるせえ。気に入ってくれ。うん。あ、すげえ、何これ。うわ、スキルどうだ。すげえ、なんだこれ。エロい。エロい。エロい風呂。エロくねえ。エロくねえかな。うわ、トイレここにある。すごい海外式だ。海外っぽい、なんかすごい。あ、すげえ、鏡がでかい。うわー、面白いなぁ。あんちゃん。いや、というわけでね、はい、ちょっとね、ケチで有名な二人ですが、あんちゃんがケチなだけだよ。なんでだよ、俺はケチだね、あんちゃんがケチなの。なんもない日にね、あの一人6000円ちょいで、ちょっとなんかいいところ泊まってみた。ただの金持ちじゃん。今日ばっかりはいいでしょうっていうところで。いや、いいよ今日は。今日は許してくれ、今日はもういい。というわけでね、はい、1週間前佐賀を立って、通算ね3000キロちょいかな、うん、運転して下道もあったし、うん、東北まで行ったから。そうだよ、こんにちは。すんげー、もうなんかどれくらい行ったのか覚えてないんで、なんかここら辺に出しときますね。はい、ここら辺に出しときます。距離とかいろいろは、はい、あれもよかったね。よかった、花火最高だった。最高だった。長岡の花火は最高で、あれは本当に今まで見た人生のどんな花火よりも綺麗だったな。本当にアニメの世界に入ったみたいな、すごい光景だった、うん、一生に一度は見てほしいなっていう。そう、本当に思った。あんだけしんどい思いをしてなお行ってよかったっていう、はい、そんな感じでしたね。全然来年も行きます。はい、え、あ、そうなの。というわけでね、運転お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ちょっとゆっくりします。さすがにもう2日半入ってないので、風呂に。お風呂にね、でも何もね、もうぴょんぴょんだし、ひどいんで、いろいろね、ちょっともう本当にゆっくりします。はい、それで皆さん、ごきげんよう。うーきげんよう。すげーなー、こいちゃん、わし風呂いちー。ずりー。なにこれ。もう開けれないよ、二度と開かない。これこいちゃんがやった。違うでしょ。違うでしょ。あれもお湯じゃん、ただの。もういいじゃん。いいよ、こいちゃん、見ててやるよ。鑑賞スタイル。鑑賞スタイルプロだからもう。俺トイレしたい。風呂入りながらトイレできない。嬉しいね、こいちゃん。どん兵衛の焼きうどんはマジでうまいから。いるか。大丈夫。あなた、え、じゃあ一人食べる。